チョコ食べたい。今晩お寿司って言ってませんでした？3、チョコ今食べたい。今今今日はゼロにします。砂糖糖類ゼロなのにラッテゼロ。かなりある。あ、美味しかった。締めにアイスどうですか？アイス3食べたい。でも今日はゼロにします。砂糖糖類ゼロなのにラッテゼロ。かなりある。率直にすごく楽しかったですね。あとなんかちょっと途中でコミカルな動き、愉快な動きをする部分があって、そこはもう全力で楽しませていただきました。そこ注目していただきたいです。ゴルフですかね。周りにもゴルフを始めた方がたくさんいて、始めたいなと思ってたんですけど、なかなかきっかけがなくて、でも昨年こうゴルフバッグの中にこういろんなそのゴルフアイテムが入ったゴルフバッグをいただいたので、いい機会だなと思ってちょっと挑戦してみたいと思います。保育士さんですかね。こうもともとこのお仕事をする前とか一つの夢でもあったので、保育士さんなってみたいですね。あとこうお休みの日とかがあるとお友達のこうお家に行くんですけれども、その時そのお子さんと一緒によく遊んでて、ちょっと疑似体験というかベビーシッターさんみたいだねって言ってもらえるので、そこで体験させてもらってます。すごく心があったかくなりますね。やっぱりお子さんとのこう扱いは得意な方？いやちょっとどう分かんないですけど、でもとにかく私もすごく楽しいですね。とてもはしゃいでくれるというか笑顔になってくれるので、あ、楽しんでもらえてるのかもなって感じてます。とうとう花粉症になってしまったかもしれないです。なのでなんかよく言うじゃないですか、こう体内のこうコップに花粉がこう溢れてしまったら花粉症になるって、その花粉をゼロにしたいですまだ多分初期段階なので、ちょっとあれ今日目がかゆいなとかくしゃみしちゃうなっていうくらいなんですけれども、こう花粉症と長年付き合っている友人にお話を聞くと相当大変みたいなので、なんとかゼロにできないかなって思ってます。